はいどうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今日はね、運営さんから情報が何個か来てたんで見ていこうと思います。まず先にね、公式放送のお話だけしておきます。こちら、おうちでエンジョイスペシャルということで、公式放送5月30日土曜日ですね。まさかの土曜日20時から開催です。今まで平日が多かったんですけど、なぜか土曜日ですね。珍しいですね。ヤマピー一人でやるっぽいです。やばくね。で、まあ、公式放送ね、イベント情報とか、パズドラデータとかね、コラボ情報とか、新たな進化とかね、いろんな情報が発表されます。これ5月30日からですね。まあ、またね、すべてまとめて動画にしようと思いますんで、まあね、見れない人は僕の動画でぜひ確認してみてください。見れる人はぜひ公式放送楽しみましょう。5月30日の20時からです。そして、こちら、まず、ドットバルキリー降臨ですね。ドットバルキリー降臨が来ます。まあ、ゼウスヘラとかね、そこら辺に続いての、ドットバルキリーですね。ドットバルキリーがボスとして出現し、倒せばドットバルキリーが低確率でドロップと。一定確率でドロップですね。で、まあ3割でも登場します。で、たまにドットボル系のドラゴンが出現して、ドットボル系のドラゴンにドット進化する際に必要な進化素材になってるぞ。ややこしいっすけどね。なんだこれ。なるほどね。ドットボル系のドラゴンを倒すと、奇跡が落ちて、その奇跡でボル系のドラゴンをドットに進化できるんだね。まあその姿勢、性能はね、ちょっと後で見ますね。で、しかもドットボルケンドラゴンの奇跡を入手した場合は、なんか、すごいね、ドットドロップが解放。めちゃめちゃなんか見た目やばいな。が解放されます。そしてまあ報酬はこんな感じ。イベント見たら20スパの絵、大ドラゴンフルーツですね。そんな感じで、性能見ていきましょう。こちらから見れるのかな。お!なんかいっぱい追加されてね、アーマーオーガとかもドット進化するっぽいです。はい。で、ボルケンドラゴンもドット進化してます。バルキリーもドットボルケン、ドット進化。お!すげえ、課金キャラもドット進化してんじゃん。それなんかおまけに全属性のバルキリーが進化するんですね。まあ、見ていきましょう。まずはドット炎のアーマー王から。スキルは貴属性的に非属性の10万ダメージ。うん、リーダースキルドット進化のみでチームを組むと攻撃力が9倍。HP が0になる攻撃を受けても踏ん張ることがある。別に強くないな。普通にまあ、ドット進化してもそんな強くないよって感じです。スキブに無効感に回復キラー、体力キラー、バインド耐性プラスを超学生で持ってます。で、ドット氷のサムライオガ。こちらもね、リーダースキル変わらずドット進化のみでチームを組むと攻撃力が9倍、HP が0になる攻撃を受けても踏ん張ることがあると。覚醒もね、スキブに無効感に攻撃キラー、バランスキラー、バインド耐性プラスですね。そんな感じ。で、ドットボルケンのドラゴンですね。ちょっと気になってるんだけど。おお、あれ意外と覚醒強いね。まあ、ステータスが攻撃力2080だから、まあまあ火力も出るしね。スキル、覚醒無効を全回復。闇ドロップを非ドロップに変化。1ターンの間、指を2秒延長と。なるほど。非属性だからまあ、使いづらさはあるけど、一応覚醒無効全回復持ってるんですね。で、リーダースキル、ドット進化のみでチームを組むと、HP が2倍、攻撃力は10倍。ダンジョン潜入時リーダーの時に、ラン経験値が 1.5 倍。すごいね。ついに無課金キャラで、ラン経験値 1.5 倍出るんですね。これ無課金キャラ一応持っておけば、結構安心だね。普通にいいね。で、覚醒はバインド耐性2つ、スキブ2つ、封印耐性、指延長7強2つ無効貫通と。超覚7強持ってるんで、火力意外と出ますよね。まあ普通にサブとしてはワンチャンいろんなところで使えそうですね。いろんなところでは使えないかな。たまに使えそう。ただまあ、ランク経験値 1.5 倍って別にサレーネとかはしげしげでいいんで、そんなに使わんかもしれん。いや、ま、こっちが本編ですから。ドットプリンセスバルキリーですね。スキル2ターンの間落ち込みしなくなる。回復ドロップを光ドロップに変化。なるほど。スキルベイクスが見えないんですね、これ。スキルベ何ターンなんだろうね。楽しみですね。リーダースキル。ドット進化のみでチームを組むと全パラメータが2倍。回復タイプの攻撃力が8倍。3色以上同時攻撃で1コモ加算と。うん、なるほどね。なるほど。なるほどね。強くはない。まあでも普通に無課金キャラにしては使えるけど、そんな強くはないって感じかな。で、まあ、覚醒はバインド耐性2つ、スキブ、指延長、無効感7強、攻撃キラー3突、小学生は雲、操作か指延長プラス。これ取っときたいね。攻撃キラー3突なのおもろいな。これ普通に火力も出せるんで、結構強いね。で、まあこれよく見たらもちろん回復タイプなんで、ってことは、火力90倍キラー乗るんですね、一応。キラーめっちゃ強いし、7強無効感もあるから、めちゃめちゃ強くないこの子。普通にこれ、もう絶対作っときたいキャラだよね。ガチガチに。ランダンとかでも使えそうだしね。ぜひ取っておきたいキャラですね。で、まあ多分落ち込んなしが2ターンついてるってことは、変換スキルも相当早いんで、スキブ1なのが弱点ですけど、かなり使えるキャラになってると思います。続きまして、水バルキリー。あ、全然違えじゃん。何これ。スキルは2ターンの間落ち込みしなくなる。回復ドロップを水ドロップに変化と。ちなみに僕は3ターンスキルと予想してます。このドットバルキリーとかのこういうやつはね。で、リーダースキル。ドット進化のみでチームを組むと全パラメータが2倍。水の2コンボ以上で攻撃力が8倍。固定50万ダメージと。普通に強えじゃん。
ただドット進化縛りがあるんでね、実際使わないと思いますけど、最近キャラも増えてきてるんでちょっとは使えそう。でもこれてかサブでも強そうだね。覚醒が倍の耐性プラススキブ封印耐性指延長プラス無効貫通7強に攻撃キラーサンドス、またしても回復タイプなんで攻撃キラーにめっちゃ火力は出ます。で指延長プラス暗闇耐性プラススキルブーストプラスの中から超覚醒選べますが、暗闇耐性プラスあるのめっちゃいいね。まあ一応スキムプラスもあって使い分けもできると思います。これはかなり使えそう。一体別にね、ガチャキャラもともと使わないですから、あんまりね、ドットバルキリの前のこの水バルキリとかって。普通にドット進化してあげる価値はあるんじゃないかなと思います。普通に使えそう。全部攻撃タイプな？攻撃キラーなんこれ。なんで？なんで全部攻撃キラーなん？どうしたんバルキリ？続きまして闇バルキリですね。こちらもスキルは2ターン落ち込んしなくなって回復ドロップを闇ドロップに変化と。リーダースキルでドット進化のみでチームを組むと全パラメータが2倍、闇の2コンボ以上で攻撃力が8倍、固定50万ダメージと。でまあ覚醒はバイン耐性プラススキップ封印耐性指延長プラス無効貫7強コリッキラーサンドスと。超覚醒は指延長プラスお邪魔耐性プラススキッププラスから選べます。まあ一応ね攻撃キラーもつけれますが、なんでこれこんな攻撃キラー倒すマンなんだろうね。で続きましてヒバル、スキルは同じく2ターン落ち込んしなくなって回復ドロップを1ドロップに変化と。リーダースキルでドット進化のみでチームを組むと全パラメータが2倍、火の2コンボ以上で攻撃力が8倍、固定50万ダメージですね。なるほど。では覚醒は攻撃キラー3突に7強無効貫あるから悪くない。まあ超覚醒も毒耐性プラスだって、まあ使えるっちゃ使えそうですね。そしてドットバルキリー最後木ですね。木は2ターン内で落ち込んしたくなって回復ドロップを木ドロップに変化と。でリーダースキルはドット進化のみでチームを組むと全パラメータが2倍、火の2コンボ以上で攻撃力が8倍、固定50万ダメージですね。悪くはないですね。このシリーズなんかでも全然使わなそうな気もするんだけど、意外とさ、ドット進化がこれから増えていけばさ、結構刺さる場面多そうだよね。固定50万あるからこれ全然裏レッカイとかでもね、サブさえいれば勝てると思うんで、結構これから使い道増えてきそうな感じはしますよね。ただまあ覚醒がマジでよくわからんぐらい攻撃タイプ倒すマンなんで、どちらかといえばなんか周回とかあとランダンとかで使えるイメージかなって感じです。はい。でそんではスキル調整ですね。まずは大掛けですね。はい、この3体。スキルブ最大2ターンになるのか。まあ、待って、今、俺がバグってたわ。そもそも3万5000ダメージで10ターンっていうのがおかしいんだよな。うん、2ターンで10万ダメージになります。まあ、そもそも2ターンで10万ダメージでも、まあ、あんまいらんけどな。一応まあね、スキルターンが2ターンまで短縮されて、さらに10万ダメージを飛ばせるようになると。まあ、ただ、スキル上げめちゃめちゃめんどくさいですけどね。まあ、一応強化入ります。で、ピクシーですね。水属性的に光属性の10万ダメージ、そしてスキルターンも2ターンに減ります。はい。で、同じくワーウルフですね。こちらもスキルターンが2ターンになります。で、何これ。下記モンスターの進化形態が究極進化から進化構成に変更されます。なんか進化になるから、レベル1になっちゃうんですね。ちょっと残念だけど、まあそんな感じらしいです。はい。まあ、っていう感じがね、今日発表された情報のまず第一波ですね。なんか、いろいろありますね。でもまあそんな別に全体的にめちゃ強いわけじゃないんで、まああくまで強化入ったかなぐらいの感じだと思います。まあ一応使えないキャラがね、少し使えるようになったって感じで思っといてもらえればいいと思います。あと最後に一個だけですね、なんかモンスター育成スペシャルに第6弾が追加されてましたね。はい。これスペシャルダンジョンプラスチャレンジリーダースケット固定登場ですね。こちらはね、6月1、来週の月曜からですね。なんかリダフレが固定のダンジョンらしいです。全然、めちゃめちゃ Java ボックの視点でやばそうなんだけど、レベル3が Java ボックで、レベル2がザッハークで、レベル1がサクヤとカンネですね。まあ地味に報酬もね、プラスメント、2000か。まあ2000、1500、1000か。まあないよりマシですね、普通に。スタミナ50なんで、まあ一応もらえるんでね、ぜひやりましょう。合計で4500プラスもらえます。まあ、もらえないよりはマシだからね。一応やる価値はあると思います。はい、一応こんな感じの変、やつでした。っていう感じがね、今日発表された情報になります。まあ、そもそも今日一番のメインはこれね。もうダントツでこれ。パズドラ公式要素、おうちでエンジョイスペシャルね。ただ、ここで、多分いろんなキャラの強化、魔法石配布もワンチャンあるから、かなり期待してる。まあ、これはもうね、僕も結構楽しみですね。多分、石配られてほしいな、普通に。で、まあ一応ドットバルキリー降臨がね、公式放送が終わった直後からかな。終わった直後から来るっぽいですね。終わった直後から来ると。で、まあ最後に、進化形態もね、これは5月28日。あ、なるほど。これに合わせてくるんですね。ブリーチの強化は。なるほどね。5月28日に来ます。っていう感じですかね。はい、まあという感じがね、今日のイベント解説でした。まあまたね、この情報に関しては土曜日ね、公式放送があってからいろいろまとめていこうと思います。まあプラスポイントも美味しいですからね。あっ
って困らないですから、悪いイベントじゃないと思います。はい、ということで、じゃあ今日の動画は終わりにしようと思います。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。